東京から新大阪までの 552.6 キロを結ぶ東海道新幹線。今や世界一とも言われる3分に1本が走る超過密ダイヤで運行されていますが、開業から60年間、乗客が死亡する事故はなんと一度も起きていません。その陰には日夜新幹線の設備を完全な状態で維持するプロフェッショナルの存在があるのです。今回真夜中に行われた知られざる保守作業を特別に見せてもらいました。午後9時、新幹線が走る高架橋の下に集まったヘルメット姿の人たち、その数およそ30人。こんばんは。9月24日、点呼を行います。1号車から行きます。作業条件、補修作業、138キロ450から140キロ、ちょうどです。作業員が持つ資料にはトロリ線張り替えの文字が。このトロリ線とは一体。新幹線はモーターで走るため、常に外部から電気を供給する必要があります。その電気を受けるのが車体の上についたパンタグラフで、上に貼られた電線から電気を送っています。この電線こそがトロリ線なのです。作業員に続き、新幹線の線路がある高架橋の上へと厳重に管理された階段を上っていくと、そこには新幹線とは違う大きなエンジン音を立てる黄色と青の機関車の姿が。これは新幹線の保守作業に欠かせない、その名も保守用車。この車両を使い作業を行うようです。午後10時、まだ隣の本線上には営業運転中の新幹線が走る中、準備を行う保守用車に乗せてもらうと、そこには大きなドラムに巻かれたキラキラと輝く銅線が。これこそが今夜新たに取り付けるトロリ線なのです。多い時には3分に1度高速で走る新幹線のパンタグラフが接触するため、少しずつ摩耗し、安全のために取り替えが必要となるのです。トロリ線の材質は銅でできています。新品の太さはですね、約15ミリになっておりまして、今日は1500メートルの長さをですね、この線を張っていくということになります。今晩の張り替えはですね、最終列車が行ってから明日の始発列車が走るまでの間の約4時間の間に作業することになります。新幹線の安全を守る大切な作業でありながら、時間との戦いでもあるのです。今回張り替え作業が行われるのは、新富士駅のおよそ2キロ西側、富士川近くにある 1.5 キロの区間。この後、補修用車を現場へと移動させます。午後11時30分、最終列車も通過し、作業員たちも線路内へと入ります。各種23時36分取れましたので、お気分の方よろしくお願いします。普段は絶対に入ることのできない新幹線の線路へ。営業運転中は2万5000ボルトという高圧電流が流れるトロリ線。もし感電したら死に至る可能性も非常に高い危険な現場のため、まず最初に電気が止まっているかの確認を行います。ちゃんと電気が止まっていることも確認できました。エンジンで動く補修用車も現場に到着しました。補修用車は5両編成ですが、1両ごとに役割が違います。先頭車両には新しいトロリ線が巻かれたドラムが載せられていて、ここから新しいトロリ線を出しながら進んでいきます。そして2両目に乗った作業員が現在貼られているトロリ線に新しいトロリ線をぶら下げていきます。今回作業する区間は2年2ヶ月ぶりの更新ということで、これまで使われてきたものと新品のトロリ線の色や輝きの違いは一目瞭然です。3両目、4両目ではトロリ線が正しい向きに設置されているかどうか丁寧に手で触れながら確認。
そして最後尾の5両目はおよそ 2.5 トンの力で引っ張り、曲がったトロリ線をまっすぐに伸ばしていきます。1500メートルもある1本の長いトロリ線をわずか4時間で一気に張り替えるため、素早く正確な連携が必要となります。ところで、交換するトロリ線は新品と比べて一体どのぐらい摩耗しているのでしょうか。トロリ線をよく見ていただきますと、下面を見ていただきますと、トロリ線が水平にすり減っている状態が確認いただけると思います。これはパンタグラフがですね、このトロリ線の下面をする状態になっていますので、このようにですね、水平にトロリ線がどんどん摩耗していく。比べてみると、パンダグラフとの摩擦でいかに消耗しているかがよくわかります。このトロリ線の摩耗をチェックしているのが、幸せの黄色い新幹線とも呼ばれるドクターイエロー。東京博多間を10日に1回程度走行しながら、測定用のパンタグラフでトロリ線に異常がないか調べているのです。線路などの歪みなども測定しているドクターイエローですが、 JR 東海は来年1月に引退させることを発表しました。その理由として車両の老朽化が挙げられていますが、実はトロリ線自体の進化も関係しているんです。このトロリ線の内部にはですね、このように検知線というものが埋め込まれていて、摩耗の進行を検知できるシステムを導入しています。最新のトロリ線には光ファイバーが組み込まれていて、これによりリアルタイムでトロリ線の状態が管理できるようになっているのです。新しいトロリ線への取り替え作業は順調に進み、最後に1500メートルあるトロリ線の端を 2.5 トンの力で引っ張りながら固定していきます。そして最後は人の目と耳で最終チェックを行います。今叩くとですね、比較的速やかなキーンという音がすると思うんですけれども、これが金具が緩んでいるとドスというような鈍い音になります。あと単純に叩いているように見えますが、目視で金具の取り付け状態を確認をしているという非常に重要な作業になります。最後は人の目で複数で確認をするというのが安全を担保する上で重要だと思います。午前4時、作業開始からおよそ4時間、時間内に無事に作業終了です。最後に大事故につながりかねない落とし物がないかを歩いて確認し、保守車両や作業員は現場を後にします。午前6時30分、作業終了から2時間半が経ちましたが、現場にはまだ高木さんの姿が。するとそこに、せーの、列車通過、よし。新幹線の一番列車です。ちゃんと新幹線が通過できているかチェックしていたのです。私たちの作業というのは、なかなかお客様の目に触れることがない、縁の下の力持ち的な存在ですけれども、こうやって大きな工事をやり遂げて、お客様を目的地までたどり着けるということに、非常に仕事のやりがいというものを感じています。